ていただきましてありがとうございます。でそんなに盛り上がらなかったかな。今のね、星降る街からのねステップ踏ませていただいたんですけども、これ実はね森本英夫さんご本人に直接私指導いただいたんですよ。これ本当の話なんですけどね、私土曜日のね4時からもう終わっちゃったんですけども、ふれあい歌謡ランドというねラジオ番組を持たせていただいてまして、以前ゲストでね森本英夫さんがねお見えいただいたんですね。でその時に雑談でね私森本さん の, 星降る街角を今度カバーし、するんですけどって言ったら、森本さんがね、おお、そうか、じゃあ僕がステップ教えておるよって言ってね、スタジオのね隅っこでステップを教えてくださったんですね。失敗したら言うのはもう やめようと思ったんですけども、まあなんとなくまで言ったんで言っちゃいますけどね。で今これ純烈さんがカバーしてるんですよね。で純烈さんはもっとド派手なねアクションしてますけども、あのステップもあれ森本さんが純烈さんに指導したんですよ。はい、ということでね、本当はね今日純烈さんに踊ってもらおうと思ったんですけどね、彼らね本当に背が高くてでかいんですよ。ですからね、純烈さんがここで踊っちゃうと私ちっちゃく見えなくなっちゃうんでね、今日呼ぶのやめました。はい、なんてねバカなこと言ってるともう時間になっちゃいましたんで、そろそろね私のオリジナルをね、聞いていただきたいと思いますけれども、私のオリジナル B 面がね実はデュエット曲になってまして、今日ねデュエットの相方が来てないんですね。ですから B 面はやめます。 A 面を聞いていただこうと思いますけど、ところで皆さん B 面 A 面って分かりますよね。分かんない、今の若い子分かんないんですよ B 面とか B 面 A 面って。ね、でも皆さん多分レコードの世界でね、だから A 面ね、表が A 面でくるってひっくり返してね、あれ B 面って言うんですね。今なんで A 面 B 面って言わないか分かります？ひっくり返さないから。ん、まあひっくり返さないからそうなんだけど、答えはね今は A、B じゃなくて C、D だからですよ。分かりますか？うまい、ありがとうございます。ということでね、私の C、D の A 面ね、この曲ね、作曲のランヒム先生からいただいたのがね私の母の一周忌の日だったんです。もちろんラン先生には何も言わなかったんですけどもね、偶然母の一周忌に、しかも母を思う歌ね、これをいただいたということで、本当に私運命的なことを感じてましてね、まあ、天国の母がね背中を押してくれてるのかななんて思いながらさせていただいてます。それでは私の A 面、霞草のようにという曲なんですけどね、お聴きください。ありがとうございます。いつの間にか小さくなってゆくあなたの後ろ姿は淡い霞草のようにいつかはこんな日が来るとわかってたのに戻しようも涙が止まらない ふと悲しくなると聞こえてくる励ますあなたの声霞草より穏やかに暖かいあなたの声。
いつもその大きな愛で包まれたね。寄り添う姿は淡い霞空のように。あなたの人生は幸せでしたか。もう会えない切なさ、涙が込み上げる。ふと会いたくなると浮かんでくぬくもり、あなたの愛霞空のようにしなやかに優しい、あなたの愛。ふと悲しくなると聞こえてくあげます、あなたの声。霞そのように穏やかに温かいあなたの状況は続くと思うんですけれども、これからも精一杯頑張っていきますので、徳間ジャパンの総一、今後ともぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。徳間ジャパン総一さんのステージでした。続いてクリエイトミュージック